えー、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも、私です。では、かまいたちの夜3、続きやってまいりましょう。ではね、一番ここのメンバーの中で、まあ、害はなさそうなのは、か山さんかなって、前回のパートでお話ししたんですけど、かやまあ、香山さんは、か山さんで、春子さんに、百歩譲って、恨まれてる可能性があるなって、 思いながら編集をした今日この頃ですね。えー、一階のロビーには、恵子ちゃんと春子さんがいた。あれとしおさんもいる。もう警察に電話したのだろうかあ、ほんまやわ。としおさんそういえば丘の上に行きましたよね。随分早かったですね。警察はすぐに来てくれそうですかとしおさんは首を横に振った。いや、まだ警察には連絡していない。 玄関が開かないんだ。何度も試してみたんだが。玄関が開かない。僕は驚いて言った。香山さんが鍵をかけたんじゃないか三木本さんは鍵を確かめ、扉を開けようと試みるが、どうやっても無理のようだった。さあ、香山さんさあ、そういえば、あの、部屋の鍵それぞれの部屋の鍵以外さ全部金庫に入れてなかった。 でも玄関の鍵はどうやったっけなみんなが来た後にあったっけどうなんやろうねまあ入れたんかもしれんなまた金庫に。おかしいな。鍵はかかってな、ないんかいな。もしかしたら、香山さんを殺した犯人が外から細工したのかもしれないな。と夫さんが言うと、まりが青ざめた顔で聞く。殺したって。 かやまさん誰かに殺されたんですか倒れていたかやまさんのそばに血のついた灰皿が落ちていたんだ。かやまさんは頭から血を流していて、多分あの灰皿で殴り殺されたんだと思う。そうやな、かやまさん視点で見てる限りで、なんかかやまさんが犯人が見られたくない何かを見てしまった感じはない。 やん。あの感じやったら。だからなんか流れ玉的犯行か、まあ、加山さんにバチクソ恨みを抱いてたか、やとは思うんだけどね。としおさんの言葉で賑やかなロビーを沈黙が支配する。僕だけじゃなく、ここにいる全員が殺人犯の存在を感じ始めているようだ。 僕はこの危険な状態から一刻も早く抜け出す方法はないものかと考え、みんなに提案した。あー、まあ、この辺ぐらいから、まあもしかしたら今更遅いことかもしれんけど、この辺ぐらいから緊迫してきたから、ちょっと選択肢考えよっか。お遊び選択肢じゃなく、まあね、明らかな え、どうなんやろうね今のところさ、バッドエンドって見れてないやんか。まあ普通に、早く見れるようなバッドエンドが用意されてそうならね、そっちを選んでみたい気もするけど、一旦ちゃんと選んでみましょう。うん。でもこれさ、剣山がどうのこうのって話があるからさ、え、あの剣山も直さんかったんかな、結局。 B。二階の窓から出られないでしょうか玄関が開かない以上、この館の外に出られるのは確かあそこだけです。しかし、年夫さんが首を横に振った。それはやめた方がいい。覚えてるだろあの、窓の下には剣山がある。暗い中、あの窓から出るのは自殺行為だ。そんなに危険なんかなぁ。こ え、どうこの生え方ならいける気せん無理なんかあのズボンをさ、男性人のズボン全部借りてさ、なんか50、まあ、だ女性人でもいいわ、みんな着替え持ってきてるやろうから、なんか50ぐらいにし、吐いてさ、<laughs> あかんのかなうん、手を滑らせたらそれこそ命がない。そうですよね。健三のことを忘れていたわけではないが、 可能性がある以上、僕は聞かずにはいられなかった。それでもし誰かが2階から出ようと後押ししてくれたら、無理を承知で試してみるつもりだったのだが、わあ、勇者やなあ誰にもその意志はないらしい。だから、だからこの島になんか来たくなかったのよ。突然、かなこちゃんがわめくように喋り始めた。 なんでまたこんなことに関わらなくちゃならないのもういや死んだとか殺されたとか私はもうごめんだわそう言ってかなこちゃんは階段を駆け上がっていくかなこえ <laughs> かなこ三木本さんもその後を追うおいちょっと待てよとしさんが大声を上げるが二人は振り返ることなく二階に上がっていく 花子言うとったもん。二人の姿が見えなくなると、年尾さんは小さく下打ちした。香山さんを殺した犯人が、この館の中をうろついてるかもしれないんだ。ああ、まだそういう考え方するんや。君たちは状況が落ち着くまで、むやみに動き回らないでくれ。まあ、みんな、どっかで思ってるやろな。こんな島に、こんなピンポイントでポッと殺人鬼けえへんって。 トシさんがみんなに向かって言う。あの、それってつまり、私たち以外の誰かがこの館にいるってことですかマリが尋ねた。言われてみてようやく気がついた。加山さんが殺されたことに気が動転して、誰がやったかまでは思い至らなかったが、実際に手を下した犯人はいるはずだし、それが僕たちの中の誰かだとは言い切れない。トシさんは何かを考えるように、 じっと押し黙ったままだ。でもこれからどうするんですか玄関も開かないし、窓からも出られないんじゃ。けいこちゃんが不安げな顔で尋ねる。明るくなれば窓から出る時の危険も少なくなる。明日の朝には何とか一人くらいは2階の窓から外に出られるかもしれない。だがそれまでは俺たちはここで何とか身の安全を確保しなくちゃならない。 年尾さんの話に反論する者はいなかった。とは言っても、このままじゃ、たとえ鍵をかけた自分の部屋でも、うかうかして眠ることもできない。俺は少し館の中を調べてみた方がいいと思うんだが、どうかなやめてください、危険すぎます。マリが首を振り、言った。みんな怯えた表情を浮かべていやー、やった方がいいやろ。一回、調べて、で、もうみんなで固まって寝たら さっき、としおさんが言ったように、犯人が外から玄関に細工をして、そのまま逃げてしまったということは考えられないだろうか。そうであってほしい。でも、もし犯人がまだこの館の中にいるとしたら。マリの青ざめた顔を見て、僕は決意を固めた。か山さんのような犠牲者をこれ以上増やさないためにも、僕たちは犯人を探さなければならない。少なくとも、 この館に犯人がいるかどうか確かめる必要がある。誰が、誰が一体こんなことをやったのか。まあでもなんか、香山さんをメインで殺したい感じじゃないよな。なんか飛び火感、流れ玉感があんのよね、香山さん。三木本さんが2階から降りてきた。部屋から出たくないって言うんで、かな子はそのまま部屋に残してきたよ。 カラコ。一緒にいようって言ったんだが、カラコ。ほら、一年前のことがあるだろあれを思い出したようで、かなり参ってるみたいなんだ。ここにね、この島に来た瞬間から、なんかちょっとすねてたけどね。自分の部屋に引きこもってね。無理じゅはしたくなくてね。 もともと恐ろしい記憶しかないこんなところへ来ること自体嫌だったろうに。また殺人が起きたとなれば怯えるのも無理はない。しかし気がかりはある。一人にして大丈夫ですかもし犯人に襲われたりしたら。一応鍵をかけたことは確認したんだが。多分大丈夫だと思います。言ったのは恵子ちゃんだ。 私、ずっと二階のロビーにいたんです。その間、誰も二階に上がってきてません。だから。歳男さんがけいこちゃんの言葉を手で遮る。待てよ。けいこちゃんも俺たちと一緒に加山さんの部屋に行ったじゃないか。その間に二階に上がってるかもしれないだろう。それはないな。俺は君たちが一階に向かった時から、さっきトールくんが来るまでずっと二階ロビーにいたんだ。 その間は誰も2階に上がってきてない。と、三木本さん。となると。ああ。まだあの部屋の中にいるんじゃ。いや、これでも、別で犯人がいるとしたらの話やもんな、これって。私はもう、 かまいたツアーやからさ。<laughs> かまいたツアーの私からしたら、この中にいるわけやから。うん。今一回にいるこのメンバーの中にいるよって意味かな。A って。これ C 選ぶと、あの部屋を調べてくれるかな。 あの部屋をもう一回調べてもらえるかもしれないという希望を込めてし、犯人はまだあの部屋の中にいるんじゃ。死体を見つけて慌てて外に出た僕たちは管理人室をつぶさに調べたわけではない。もっともあの部屋に犯人が隠れられそうなスペースなんかどこにもなかったような気もするが。調べてみる価値はあるかもな。としおさんが言う。まあ、仮にあの部屋にいたんだとしても。 もうとっくに逃げ出してるような気もするが。みんなちょっと聞いてくれ。歳尾さんに視線が集まる。実は、香山さんの部屋に向かうとき、反対側、西側の廊下に向かう人影を見たんだ。気のせいかもしれないんだが、まるであのゲーム、かまいたちの夜の田中とかいうやつみたいだった。 トシさんがそんなことを言いながら、食堂や応接室のある西側の廊下に視線を向ける。本気で言ってるんだろうかゲームの登場人物がどうしてここにいるというのだ調べよう。マリちゃんやケイコちゃん、ハルコさんはここにいてくれないか何かあったら大声を上げるんだ。いいね。三木本さんが指示すると、マリとケイコちゃんは黙ったまま頷く。 はるこさんからは何の返事もなかった。何か武器になるものは持ってるか三木本さんが尋ねると、年尾さんはポケットから折りたたみナイフを取り出した。僕は普段見慣れないものを見てぎょっとしたいのだが、三木本さんは別段危機も止めていないようだった。それさ、何かしらの目的もなく持ってたら、確か、 あかんよな重刀法違反にななるよん <laughs> で持ってんのナイフなんてトオルくんは持ってません何も持っていないのは決しておかしいことでもないのだがなぜか自分が抜けているような気分になるなんでトシオさんはナイフなんて持ってるんだろう普段からナイフを持ち歩いてるんだろうかそれでも銃刀法違反ですよそうかだったら俺とトシオくんの後ろからついてきてくれ 俺は素手でかま、<laughs> 俺の武器はこれだぜ、つって <laughs>。その右手の拳。喧嘩慣れでもしているのか、三木本さんはそう言った。拳が武器ということか。自分だけ武器を持たないことに僕はだんだん不安になってきた。僕は思った。あー、これなー。 うーん、どうやろうね。どこまで、佐伯くんが、私の意を汲み取ってくれるかにもかかってると思うねんけど、まあ、あこの中に犯人がいるってことを示唆したいなら、そう、そういうふうに動いてくれるなら、私しは C かなって思ってんねん。うーん、本当に犯人を探す必要なんかあるのか このままでは安心できないという気持ちはあるにはあるのだが、わざわざ、ああ、そっちで行くか。ああ、もうじゃあ、犯人はこの中にいるじゃない式で、別の人が犯人ということでのそれなんやな。わざわざ危険を犯してまで犯人探しをするのはあまり気が進まない。バラバラに行動して、帰って犯人に狙われやすくなるんじゃないかと思うと、ますます不安になってくる。 危なくないですかねもし拳銃とか持ってたら。バカだな。拳銃を持ってる奴が灰皿で人を殺すわけないだろ。<laughs> 賢い。敏 <laughs> 夫さんの言うことも最もだった。しかし、人を殺した人間が追い詰められて死に物グリルになったら、男三人でも取り押さえられるのかどうか。いや、三人ならいけるでしょう。だって、佐伯くんの体格は知らんけど、あの、三木本さんと、 ボーターとしおさんってってどちも180ぐらいある大男でしょ <laughs> 僕と三木本さん、俊夫さんは西側に向かい、一つずつ部屋を確認していった。受付室、応接室、そして空き部屋が三つ続く。受付室、受付室、入り口がちょっとこれみんなやって、めっちゃ難しい、受付室。<laughs> 受付室と三つの空き部屋には、二階の 空室と同様にお札が貼られていった。なんかこの貼られ方気になるけど。うん。そうやなぁ。空き部屋の中に犯人隠れてるかも。でもそれやったらお札が剥がれてないのがおかしいぞってことやな。うーん。 めっちゃ気にななるよな受付室の中ってどうなってるんだろう鍵がかかっているため中に入ることはできない外から覗き見る限り狭いスペースには特にこれといって気になるものはなく犯人も隠れてはいないようだ続いて応接室のある奥の空き部屋へ扉には鍵がかけられていた一瞬犯人が中から鍵をかけたのかと思ったが お札に剥がされた様子がなかったことから、部屋の出入りもなかったとわかる。まあ、共犯がいれば別なんですけどね。あとはあの、近代地のトリックとか使えば <laughs>、剥がしたお札を貼ることができるんやろうけど、まあそこまでの大掛かりなことはしないよね。その後、食堂も調べてみたが、どこにも人のいる様子はない。あれは俺の見間違いだったのか。くそ。 女性の悲鳴が上がった。単体やからかなこちゃんかもな。あ、ロビーの方か。ちゃうわ。ほなちゃうわ。まさか、トシさんが青ざめた顔でつぶやく。僕たちは慌てて食堂を飛び出した。どうした三木本さんが叫ぶように声はかける。ロビーでは、マリ、ケイコちゃん、春子さんが寄り添うように立っていた。誰も怪我などした様子はない。が、 恵子ちゃんが震えながら玄関を指さす。そこ恵子ちゃんの指の先には小さなヤモリがゆっくりとした動作で玄関扉を。うまんま。僕たちはこれまで止めていた息を一気に吐き出した。脅かすなよ。犯人に襲われたんじゃないかと思うだろう三木本さんがやんわりと責める。ちょっと、恵子ちゃんのムーブ怪しいぞ 怪しない応接室に行かれたくなかったんじゃないあんまりこんな言わんほうがええ。ご、ごめんなさい。けいこちゃんが申し訳なさそうに言った。今いろんな言葉をね、飲み込みました。<laughs> 結構間があったでしょいろんな推測実はあったけど、飲み込みました。うんって。ねえ、どうだったの 問いかけるまりに僕は無言で首を振り、何も見つからなかったことを伝えた。念のため東側も探した方がいいんじゃないですか。これ応接室をもっと調べたらよかったかな。年尾さんは一度2階に上がっていますから、その間に西側にいた犯人が東側のどこかに逃げ込んだことも考えられます。確かにそうだな。俺たちはこのまま東側を調べに行こう。 三木本さんがいい、年尾さんが黙って頷く。他のみんなは応接室で待っていてくれ。念のために鍵もかけておく。ああ、これちょっとめっちゃ怪しいなぁ、稽古ムーブが。かな子も説得して呼んできてくれないか。マリちゃん頼むよ。三木本さんはなぜか、その役をいこちゃんではなく、マリに振った。佐伯くんはまだわからんねんな <laughs> 最近くんはまだこの状況でなぜかって言っちゃうんや。わかりました。いぶかしげな顔をしながらも、マリはその役を引き受けた。僕はマリが心配になって、一人で大丈夫僕も一緒に行こうか。あー。A かなマリさんへの優しさ。僕はマリが心配になって言った。一人で大丈夫僕も一緒に行こうかするとマリは、 どうして犯人は2階にはいないはずでしょ不安げな表情で言った。あ、いや、うん、そうだったね。もう怖がらせないでよ。ごめん。マリがかなこちゃんの部屋に向かい、恵子ちゃんと春子さんが応接室に入るのを見届けた後。いや、ちょっと待って、これ嫌やなわ、僕たちは東側の廊下に向かった。大丈夫かなぁ。 僕たちは玄関に近い洗面所から犯人を探し始めた。洗面所には個室が2つあったが、どちらも犯人の姿はなかった。洗面所の隣は空き部屋が3つ続いている。どの部屋にも反対側と同様にお札が貼られていた。お札に剥がされた様子がなかったので、僕たちは次の部屋、香山さんの死体がある管理人室に向かった。 どうしたんだいこれは。扉に開いた大きな穴を見て、三木本さんが言う。鍵がかかっていて入れなかったんです。最初はイコちゃんの持っていたマスターキーで入ろうとしたんですが、それでも開かなくて。マスターキーなのに三木本さんが不思議そうに尋ねる。ええ。だからそこに置いてあるツルハシで扉に穴を開けて中に入ったんです。そうだったのか。 そうか俺が2階で聞いた何かを叩くような音はハシで穴を開けた時の音だったんだなこの中には誰もいないようだ押し入れの中にも誰もいない次に行こう先に中に入って調べていたしおさんが言った隣の厨房にも犯人の姿はなく僕たちは突き当たりの物置スペースまでやってきた 確かこの館には地下室があったんだよな。地下へと続く階段を覗き込みながら、俊夫さんが言った。僕はあの扉のことを思い出し、二人に説明した。なるほど、秘密の地下室か。ぽつりと三木本さんが言った。僕たちは秘密の扉の下も探す必要があると考え、先ほど加山さんが使っていた懐中電灯を拝借することにした。 めちゃくちゃ安心感なる三人。<laughs> こう男、こんだけの男三人で行ったらもう声もないね。薄暗い地下室は犯人にとっては絶好の隠れ場所だ。帰り討ちにあってもおかしくない。僕たちは今まで以上に慎重になって地下室の中を調べた。貯水用タンクの下、ボイラーの裏側、そして館を水没させる装置があった扉の中。 くまなく調べたが、この地下室からはネズミ一匹発見できなかった。ということは、あとはここしかないな。三木本さんは扉に手をかけ、僕たちに気をつけるよう目で合図してから、えいっと引き開ける。中から犯人が飛び出してきた時の用心かもしれないが、そんなことはなかった。 はしごの下に犯人の姿がないことを確認してから順番に降りる。地下道を通り、先ほど探索を中止した小部屋にたどり着いた。扉を開け放ったままになっている小部屋の入り口から、懐中電灯で中を照らすが、犯人らしき者の,の姿は映し出されなかった。どういうことだ誰もいないじゃないか。 三木本さんの声が閑散とした小部屋の中に響き渡る。ここから逃げたんじゃないか俊夫さんが突き当たりの扉を懐中電灯で照らした。その扉、加山さんと調べた時に開けようとしたんですが開かなかったんです。鍵穴も見当たらないし。三木本さんは扉に近づき、押したり引いたりして開かないことを確かめる。なんで開かないんだ ここといい、玄関といい。歳代さんはキョロキョロとその周囲を見回していたが、何かに目を留めたようだった。視線の先には錆びついた鉄のチェーンがある。天井からぶら下がっているようだ。歳代さんが無造作にそれに手をかけた。あ、ちょっと声をかけたが遅かった。え歳代さんがチェーンを引くと、 扉の向こうから何かが動く低い音が聞こえてきた。なんだしばらくみんなじっとしていたが、それ以上何かが起きる気配はない。もしかしたら、三木本さんが扉に近寄り押し開けた。えー、なにこれ地下道よりも湿った空気、そして何かの腐ったような周期が扉の奥から流れ出してきた。 なんやろこれ。扉の向こうを年尾さんが懐中電灯で照らすと、この部屋より少し高さのあるスペースになっていることが分かった。左側には下水道のような水路が伸びている。ほとんど水はなく、ところどころに死んだ魚が横たわっていて、壁面は苔とカビで黒くなっている。明かりをあちこちに向けると、ネズミらしき影が傘こそと逃げ回る。 下水道に通じてたのか。正面の壁に湖と刻まれた文字が読み取れた。床には海と刻まれた文字が見える。あー、一年前、これやな、ええやな。一年前の事件に使われた仕掛けを思い出した。これ、多分丘の上の湖から中庭の泉に通じる水路ですよ。仕掛けを動かすと、 湖側からは水が。水が、海側。ん待て、仕掛けを動かすと、湖側からは水が、海側からは海水が、どっと流れてくるんじゃないですか。おそらくそうだろうな。三木本さんは納得したように言う。歳男さんが小さくなった。そうか、おかしいと思ったんだ。ここが閉じられているから、泉の水が、 枯れてたんだな。ここが湖と海につながってるのは間違いなさそうですね。じゃあここから外に出られるかもしれないってことじゃないか三木本さんが無茶なことを言い出す。お、大人が通れるような水路なんかな、その高さなんかな。出られるわけないだろう。湖側は大量の水をせき止めてるだろうし、海側は当然海水で満たされてるんだから、と、としおさん。 つながってるのは湖や海だけじゃありませんよ。中庭に水をためるための仕掛けだったわけだから、当然中庭にも出られるんじゃないですかだが、ここの真上にはそんな穴は開いてない。僕と同じことを思ったのか、しおさんが左側の水路を明かりで照らす。そっちが吸水する側なら、こっちの水路は中庭の泉に続いてるかもしれませんね。もしかしたら水路の先から出られるかも。 犯人もこのルートを使って逃げ出したってことも考えられるな。調べてみよう。そう言って、としおさんが水路に降り立った。僕と三木本さんもその後に続く。しかし、すぐに鉄格子の柵に阻まれ、それ以上向こうには進めないようだった。行き止まりだ。排水用の水路じゃないのかな。としおさんが言った。 僕はこれまで辿ってきた経路から自分たちの位置と方角を想像してみた。館は円を描いた構造になっているので、東側の端に当たる地下室はほぼ北向きの壁側にドアがついている。謎の鍵で開けた床扉から続く、ちょっと待ってよ、これ。 地下通路は折り返すように北に向かっていて、そのまま小部屋に突き当たる。えー、待ってよ、あそこから入って、通路通って、整備室で、が、で今、佐伯くんたちは、泉と水路の横の柵のここにいるってことやね。 つまり、小部屋の正面にある湖と書かれた壁は北。うんその左手のこの水路は西。つまり、館の中心に向かって伸びていることになる。とすると、やっぱりこの先で中庭の泉につながってるんですよ。あそこの鉄柵、人が通れるような隙間はありませんかね。僕は水路のゴミに足を取られないよう気をつけながら、 鉄格子の柵に近づこうとした。えうわ僕は驚いて後ずさった。なんだなんだどうしただ、誰かいます。ほんとかおいもう逃げられんぞ観念して出てこい僕たち三人はしばらく身構えていたが、相手が動く気配を見せないので、再び近寄る。逃げられんぞって。 柵の向こうにいるんじゃないの柵よりこっち側<え>あこい痛いか。そこに浮かび上がったのは生きた人間の顔ではなかった。眼球のあるはずのところはただぽっかりと空洞が空き。唇はほとんどなくなって歯がすべてむき出しになっている。骸骨というしかない。 僕たちは一瞬顔を見合わせ立ちすくむ。すると、としおさんは僕に懐中電灯を渡し、ポケットからペンライトのようなものを取り出した。それを口にくわえながらしゃがみ込んでゴミをどけ始める。僕と三木本さんもそれに加わった。さすがやな、初めてじゃないだけあるわ。遺体初心者じゃないもんな、この人ら。こりゃ相当昔のものだな。 年尾さんは死体の傍らに膝をつき、死災に眺め始めた。僕は言った。ああ、なんでこ、でもそうやんなここの仕掛けって、それこそ一年前に、京子さんが使ったわけやんか。で、ここにその死体があるから、まあ。 押し流されてここに来て、鉄作のとこ引っかかって、ここにいるみたいなことやとは思うねんけど。うーん。なんでここでいつ死んだええかないつ死んだんでしょう去年の事件の犠牲者だったりしてな。三木本さんが笑えない冗談を言う。これを見てみろ。 足が折れてる。確かに、敏夫さんの言う通り、片足がくるぶしのところで、ありえない方向に曲がっていて、ぽっきりと折れていることが分かった。殺されて、ここに捨てられたってことでしょうかかもな。でもどう考えても、今回の事件とは関係ないだろう。そんなことより、他に出入り口がないか探さないか 三木本さんにせかされ、再び水路の調査を始めるが、それも徒労に終わった。結局、他に出入り口はなく、犯人はここから外に逃げたという可能性は消えたのだ。そして、犯人が1階にいるという可能性も。引き返そう。三木本さんが言った。僕たちは押し黙ったまま地下を出て、1階へと戻った。 あまあ、もう大私の中で怪しい人は固まってきてるけどね。まあ、一旦ここまでにしましょうか。ありがとうございました。